中島の大浦港に停泊中の中島規制の船舶中島規制株式会社は愛媛県松山市にある水戸浜港、高浜港及び松山観光港と靴名諸島を結ぶ航路を運航する海運会社である。同盟の会社は明治時代及び昭和20年代から30年代にも存在したが現在の法人とは関係ない。元は 旧中島町が運行していたが、松山市への合併にあたり、民営化されることとなり、石崎基線と中島町内のすべての遅延団体の出資によって、2004年4月27日に設立された。本社所在地は、松山市高浜町五丁目松山観光港ターミナル。支店は、同市中島大浦中島港湾ビルにある。松山市の離島である。 靴な諸島と松山を結ぶ航路のほか、中島本島内の路線バス事業も営んでいる。なお、社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。また、大浦港では、レンタサイクルも行っている。伊予鉄 ICE カードの利用が可能。高速船は、急行料金が上乗せされ、乗船券のほか急行券が発券される。 全員航路ともに出航時と入航時に旧中島町のイメージソングであった坂本冬美の白い香りの姉妹が流れる。この歌は公式ウェブサイトの船の紹介ページをしばらく表示させていると再生される。大浦港と水戸浜港を除く他の港では寄港しない便がある。高浜港及び松山観光港での車両の乗降は不可能。調位により 車両の乗降ができない場合がある。船内の売店でおでんを販売している。2014年9月まで45年間にわたり、販売していた女性が年齢を理由に引退、以降は、中島の NPO 法人が引き継いで販売している。時間帯により販売されない場合がある。2020年7月1日より、松山観光校へ寄港を開始した。 野口名港と、六月港では寄港しない便がある。高浜港での車両の乗降は、不可能、往路と袋で寄港しない便がある。潮位により、車両の乗降ができない場合がある。西中港行きの運賃は、神和との相互間のみ設定されている。便により以下いずれかの順で寄港する。高速船、渦潮フェリー、神は高速船。 朝風中島汽船バス中島港ターミナルを基軸に島の各地を結ぶ。中島島内において路線バスを運行している。伊予鉄 IC カードで運賃の支払いは不可能となっており、移行か、パスも、スイカ等の交通系 IC カードでの支払いもできない。東線旅客フェリー航路の袋のみ。車両での乗船は不可能。 袋のみの寄港となり、オーロは寄港しない。車両での乗降は不可能。2020年12月31日をもって、Adobe Flash イヤーの開発と配布が終了した。このため2021年1月12日以降、Flash プレイヤーの実行はブロックとなった。船の紹介ページを Google Chrome Web ブラウザで表示させると、 従来では再生と停止が行えたバナーが、アドビフラッシュプレイヤーのサポートは終了しましたに代わり、再生が不可能となった。AB 袋のみの寄港となり、オーロは寄港しない。ありがとうございます。